こんにちは、こんばんは、リオボスです。今回は久しぶりにビッグ3の測定をやっていきたいと思います。お願いします。で、ちょっと一人だと不安なんで、僕が通っているジムのゴーさんにお願いしたいと思います。ゴーさん、お願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日もお願いします。お願いします。お願いします。じゃあまずはじゃあスクワットから。はい、お願いします。お願いします。お願いします。体重的にはそんなに痩せないんですけど、はい、じわりじわりこれ穴開けないとやっぱあれですね。もうだいぶ緩いですよ。だいぶ最初の時も4つぐらい経ってますよ。そうですよね。今わけわからん言うかよ。このデートももうちょっとそろそろ終わりが卒業は近づきます。はい、これ前回の100くらいですよね。そうですね。やばいです。最初アップで抜きましたね。もう重いですね。了解です。いや、申し訳ないです。いやいや、もう惜しいですね。いや、悔しいですね。120ですね。120ですね。いや、でも自己ベースとプラス20キロなんで、よかったです。素晴らしいです。プラス20キロのダンベル担ぎながらやってるって考えたらすごい重いですね。いや、そうですよ。もう了解です。いや、もうちゃんと、ね、ちゃんと仕上げるように頑張ります。いやいや、うわ、まず第一の安心成功ですね。これですね、これ。これですね。うわ、よかった。そして80やった時に覚えて感じました。はい、あ、もしかしたら100キロいけないぞ。あ、よかったです。しかも前の100キロの時から全然いけてたんで軽いですよね。よかったです。どうされました。次第3まであるんですよ。第3まであります。まだ次は110でお願いします。110で、わかりました。110で。ちなみにこれがもし大会形式だったら110が無理だったらどうなんですか。もっと110オーバーですね。あ、なるんですよね。ジル下げれないんで、そこは一緒にしましたね、一応。了解です。もしかしたら記録100になるかもしれない。そうそうそう。だから、まあ107.5 とかで一回置きに行くのもありですよね。そこで、前回の試合が115でした。ですよね。だから、まあ、まあどうするかですね。まあただ、最近の調子、まあ、この前の2日前、胸やっちゃってるんで、はい、割と結構疲労もあること考えたら、110は問題ないですよね、多分。やってみていいですか。
オーケーです。もう110無理だったらもう地獄行くの皆さん。もう一回繰り返す。そうですね。いや、まあ大丈夫ですよ。気合いであげてください。気合いであげます。気合いです。いや、一応ありましたね。よかったです。ありました、よかった。やばい、地獄絵図読まれそうでした。3本目。いや、15お願いしていいですか。あ、15いきます。わかりました。12.5 じゃなくていいですか。15です。いや、申し訳ないです。110でした。110ですね。いや、申し訳ないです。いや、頑張ります。お願いします。やった感じだとワイドの方が上がるかもしれないです。上がる感じです。100キロも、1、2発ずつちょっとやってみましょうか。はい、発ずつぐらいで。よし、いただきます。よし、ということは合計が、スクワット
トが120、ベンチプレスが110、で、デッドリフト150ということで、あと20です。そうですね、380キロ。ああ、ありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。自己ベスト60キロ。面白いですね。ありがとうございます。はい、頑張ります。どうにか400メートルに頑張ります。いや、もう、行きましょうよ。はい、頑張ります。通過点ですね。頑張ります。500。次ですね、さ第一優先でビフォーアフターやりながらも、まあ、しっかりとそうです、ね、もちろん筋肉自体も向上させながら、ね、そうですしかし筋肉を増やす気持ちでやりながらダイエットで脂肪を落としていく、そうですね、これが大事だ、これ次上げてて何かあってダイエットできるかそうですね、やめといた方がいいですね、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます。